モニチャルモです。パープルプリやっていきます。今回はアイドルのワーちゃんですね。早速使いに行きたいと思います。ラミー、レイディー、ゴブリン、石沢演舞、そして沢渡、アイドルのワーちゃんということで、やる気効果50、そしてスペシャルタックが40、かつ元々のスペシャルタックが70乗っているので110かなというスペシャルタックにやる気150のテーブルですね。なので日向ララを入れるより、まあ、圧倒的にタックは強くなってるんじゃないかなという感じのテーブルになっております。プラススペシャルタック20ついてるのが固有で、で走塁と守備力の上限ついてるんで、まあ、ララ抜いて補給上限誰にしようかなっていう問題自体はありますが、まあ、そこは石沢演舞でカバーしてます。デッキアクエットと思考も2連種で取れるので、査定値はね、抜群に上げれるんじゃないかなっていうところと、まあ、うまく噛み合いできるかわかりませんが、まあ、どういう使用感っていうのをね、まず感じるためにもね、これでやってみようかなっていう感じです。で、演舞のところは普通にアイドルのパーちゃんをそのまま入れるのも全然ありかなという感じだと思います。ということで、行きましょう。千丸で、万能パワー、そして、招き、カロバ、行きましょう。どんぐらいいけるだろうね。正直わかんないわ正直僕自身もわかんないわ、これに関しては。からの演舞にしようかな。ばあちゃんでもいいんですけどね、ちょっとここは演舞踏んどきます。あとはまあイベント関連がどうなってるかっていう感じか。強い、これは拾いましょう。拾える上に一人ね、レイリー拾えるんで相当うまいね。 OK、 こういうのを何回も拾っていきたいところですね。あとメンタルでラミーちゃんかばあちゃん拾いたいところだが、ここはラミー行くか。ちょっとサンピラーのとこがめちゃくちゃ遅れてるけど、やっぱラミーちゃん評価はね、結構個人的には早めに行きたいし大事かなっていうところですね。まあありがたいんだろうけど、これ踏むか。ダブルであんまり踏みたくないんですよね。他の解説動画でも言ってるんですけど、ダブルで踏んでもあんまりうまみないんで、まあ、ラミーの評価が絡むんで行きますけど、これはただまああんまりいい形ではないです。オッケーオッケーオッケー、これはありがたい。こういうのこういうので、ここは空気を読んでもらいましょう。やばいね、まだ踏めてないぞこれ多分まだ踏めてないぞまである。オッケー、ラパいいね。話を聞くからの、ここは距離を置いて上り調子もらっとく。ラミーか、まあ、ラミーちゃんはもう足りてるんで、まあある程度他のキャラにもう振ってって大丈夫ですけど、とりあえずマジで、おわー、ありがたいね、強いね。呼び起こしましょう。で、いつものごとく角は先に振ります。集客はね、ちょっと技術、まあ今回演舞いるんで集客振ってもいいと思いますけどね、技術入れられると思うんで。ナイス。泉まだ1000点ですね。ここは体力にしとくか。ラブファーそろそろ切れるでしょうし、ね、心配する。ちょ、そろそろ告白も欲しいところだよ。踏むとこあってよかったですね。足の爆弾、アイドルパワー、おお、やる気回復ありがてえ。レイリー一回も踏んでない気がするわオッケー、アイドルパワーありがたかったな今。やる気も上がったしね。まあだーなんでしょうね。だというか、まあこっちでいいかな。ここはゴブリン中心でいいんじゃないのかな。ゴブでいきますかね。ちょ、体力的には普通に向こう行きたいけど、
OK。告白まだでしょうか。4499。まあ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 、普通ぐらいですね。普通ぐらい。特にかもなく、不可もなく。告白まだでしょうか。メンタルいいっすね。じゃあこれはメンタル拾いたいところですね。呼び起こしから使いましょう。ちょっとさっきのターンで切れてたかもしれないですね。OK。よし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 。カーラーの、これが一応調べてあるんで、パパッと見ますけど。続け、どっちでもいいんかな、これ。どっちでも続くんかな、これ。なんか、どっち選んでも続きそうですけど、本当に大丈夫か、これ。やめる。ちょっと体力を消費するみたいなんで、上は。まあ、極力、続くんであれば、下取りたいけどね。これ、イベント切った可能性もあるんで、ちょっとドキドキはしてます。ちょっとドキドキはしてます。まあ、もう一ターン耐えれるやろ。もう一ターン耐えれるやろ。あと、怪我跡とか。はい。うん。あとは、まあ、ゴブリンもね、乾燥気をつけながら。っていうか、もう本当にさ、頼むから、告白来てほしいんだけど、そろそろ。OK。よし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 、最低限。いや、メンタル、マジで踏めねえな、さっきから。疾患直して。まあ、休んでもよかったかな。デートとかでもよかったかもしれないですね、今。お、ラッキー。回復イベント。まだ結構残ってるんでね、回復イベント。絡んでくれると、非常に助かるんですが。行けば、マミクイかな多分。終われる感じですね。行こうかな。マミクリさっさと出したいしね。まあ、せっかくメンタル来てはくれてるんで、メンタル拾いたいとこでもあるんですけど。こっちやな。まあ、今のところは、あ、ちょ、これ取っちゃうか。いや、でも、ゴブリン走ってねえよな。多分まだ一回走ったかどうかみたいなぐらいだと思うんで。マミクリ先行きたい。これマミクリ取れるか ?85% だけど。12.5 で足りてないかもね。ですよね。OK。ナイス。ラブパー。ありがとう。で、差し入れは体力回復できたと思うので、上かな。いやー、ちょっと左ももらえるからな。これ確かにでかいな。取れるんだったら左コス取りたいですけどね。うん、どっちもいけんのか。どっちにしようかな。サインサッチか。あ、いいんじゃない。で、左の練習ですね。これ強いね。うん、イベント強いわ、やっぱ。空中ブランコにしようかな。いや、ダメか。え、ジャグリングにします。わー、なるほどね。これ取って、さっさとって感じかな。はい。まあ、ここはしょうがないですね。ちょっと絡みがあんまりまだないので、ただ、わーちゃんは相当使いやすいですね、個人的に。左もくれんのマジでかい。おー、なるほどね。これはいらんな。岡部いけそうじゃないこれ。マミクリ使う。岡部いけるでしょこれ。岡部安川。はい。複数人でね、狙っていくためにも、ダブルみたいのはどんどん捨てていきましょう。5分。ああ、いいね。ナイス。いいんじゃない?固定はまあまあいい感じ。ただまだ1万点出てないので、ちょっと点数的には怪しい感じになってきてますね。
魔力的にもまあ5分に1人踏むぐらいだったら、いやーまあうーんいやゴブリンのタックはな強いからな、まあ、あんまり無駄にしたくないんでここはソウルいきます。で筋力ちょっと今んとこなんとも言えんかんだな。わあ大凶、やる気下がった。人数かかってきましたね、そろそろ。あと左取っちゃうか、まあいいでしょこれも。勝負師ももうどうにかなっちゃう前に取っちゃいます。で、打撃ですね。はい、なかなか強いね。やっぱりタックに絡むとかなり威力ありますね。トリスター、これが緩急をつける。お、いいね、ようやく自動デートが発動し始めましたと。これ演武サンピラー使えるようになったのか。サンピラー使おうぜ、サンピラー使おうぜ。これはもうガンガン使っていこう、さっさとね。うん、まあまあいいんじゃないですか。技術取れると思うけどな。まあとりあえずこれでいいかな。よし、いいね、魔力3回復。カラーの演武が完了しましての1万超えた。ほほう、ひどいね、これはだいぶひどいですね。いや、サンピラー打った意味ないまであるな、こんなにひどいと。ひとまずばあちゃん取ります。全部ここか。なかなかに渋いな。うん、全部走塁に行きましたね。こんなもんでいいかな、相棒。あとは、ま、肩とか、なんか適当に上げて、ちゃちゃっと、済ませましょうかね。走塁練習結構ありがてえな、やっぱ。ファミクリの分は取り戻せたので、まあまあ、まあまあ、普通ぐらいかな。1万1000点ぐらい。あ、2000点出てますね。一応。ピラーがね、うまく絡めばね、よかったんですけど、ちょっと今回はって感じでした。2700か。いいんじゃないこれ入れちゃって。ファミちょうど切れるでしょ。で、演武。あ、いいんじゃない、いいけど、魔力の回復が多分これ3以上ですね。ただ、使うもんないもんな。使うもんないもんなということで、普通に行くしかないっていう。うん、使うもんないです。ここはもうしゃあない。OK。割と固定はいい形になってると思うので、ここからですね。岡部、安川、バラバラだな。どうしたもんか。一回ラミーちゃん踏んでからかな。はい。よし。で、わあ、強いね。やすちゃんもいるわ。レイリーか。まあ、行くか。アミクリ、そしてサンピラ、両方行きます。ここの吸い出しがいい感じですしね。で、さてさて、安倍妃とかもらえるんでしょうか、果たして。それは気になってはおりますが。これで踏みましょう。ナイス。OK。じっくり、貯めたポイントを吐き出してもらいましょう。ばあちゃんの秘密。
わーちゃんの秘密。上ですかね。はい。いや、いいね、これ。確定だしな、強いね。おーい、サンピラーがさ、サンピラーの意味を、それやられたら。これ、なかなかにきついですね。あんまり弾き飛ばしたくないしな、サータリー。ゴブリン取るか、仕方ない。やめて。さすがにな。メンタルつら、これ。面で取りたくねえな、マジで。ラミーで足りるかな、これ。まあ、足んないっすよね、さすがに。タックしてないし。ちょっとやる気も下がってるんで、こっち行きますけど。オッケー。一人タックしないと、ダメやな。うん、オッケー。マジか、渋。人いないんだけど。困ったな。1万5千点しか出てないぞ、現状。ちょっと噛み合ってないですね、現状。アベヒー。で、ゴブリン終わりですね。ナイス。うん。ここは演武いきますか。演武だとこれ魔力回復しないんかな。うん、回復しないだろうな。あ、回復したわ、ちょっと。ピラー分は一応戻しましたが、体力がないですね、今度は。生きてー。生きてー、めちゃくちゃ生きてー。さすがに無理。で、マミー残り2ターン。そう、また走塁かー。マジでめっちゃ敏捷なんよなー。めっちゃ敏捷なんよな。まだ振るとこあるからいいけど、そろそろ敏捷以外欲しいわ。うん、そろそろ敏捷以外欲しいですね。このバランスになってきてますし、ちょっと守備振るか。これ守備振っとこいった方がいいな。プレッシャーランとか、あとなんか、この辺外して守備行こう。これでひとまずいいかな。OK。魔力あと3回復しないとマミー使えないですね。回復ナイス。こーつれー。一生敏捷ですね。一生敏捷してるわ、マジで。もういらんですね。もういらんですね。さすがに。さすがにもうよういらんな。ギリギリ回復してない。うん。デートはまあまあいい感じで走ってくれてます。ただこれちょっと噛み合ってないね。どうすっかなー。もうばあちゃんサクッと行った方がいいかもな。うん、これでマミーの分回復して、サクッと進んだ方が良さそう感あるね。うん、オッケー。でからの、まあまあ強いけど、まあ行くほどでもないかも。うん。まあ、カーターとかでいいかな。悪くないんですけど、これ自体は。デートは残り1回ある。1回回復してからがいいかな。岡部行くか。岡部いい。
うん。2万いってないんじゃない？あー、ギリギリ乗ってますね。オッケー。ここからやな。回復くんのかい。で、また走塁。715。まあ悪くないけど、これはさすがに。もうちょっと、2000点ぐらい詰めるんだったら踏みますけどって感じかな。筋力は入った。敏捷がやばい。行きましょう。はい、引き分けでした。次、行きましょう。いいところ。からの、面。面悪くないけど、弱いな。ははは。これで取ってしまってはって感はあるけどな。まあいいかもな、バランス的にも。あんまりグダグダしてもしょうがねえしな。これは取ろうかな。取ろうかなっていうのと、あとはちょっとバランスなんで、ここはさばいちゃいます。変数はもうマスクでなんとかガズッと入れればいいかなっていう感じです。正直3000点練習欲しいけどね。うん、マスクですね。沢渡りに入れられたんで、まあ強いんじゃないですかね。ほい。杖。めっちゃいいじゃん。736。ようやくここに来てまともな練習見た気がするわ。いいですね。これめちゃ強いわ。普通に吸収できたら鬼強いんだけど。そんなことはないので。そんなことはないので。踏みましょう。強っ。これはいいですね。ようやくまともなトレジャー入ったわ。1759か。そうっすね。まあ取ってもいいとは思うんだが、そんな悪くもないし、ここは肩バーッと上げます。うん、ひとまずこれで101で、はい、 OK、 パワヒーラブパワーで、マミー残り2ターン。また走塁ですか。走塁練習好きすぎなんだよな、マジで。うん、600点ね。開眼してもいいが。まあ、もうちょいなんとか粘ってもらいたいとこですね。何が残っているかわかりませんけど。まあ、一応まだなんとか触れないこともないか。 OK、 魔力がほぼ回復しました。まあ、うまく絞り切れればそこそこいくかもしんないですね。現状は形としては悪くないんで。守備振る、106いけるで800点か。流し打ちとか取ってもいいかもね。さよなら男。逆襲。上り上司。あとはちょろちょろ補給を振り始めないと足らん。メンタルやっぱ結構足りねえな。そうですね。次。6月3週か。なんか精神入れてもいいかもな。感はあるね、黄金の輝きで。呼び起こすか。体力、まあ、ラブパが切れると厄介なんだけど。呼び起こしでいいかな。一人か、わーちゃんだけ1点ちょい。あんまり使いたくない、正直。正直、あんまり使いたくない。まあ、使うか、しょうがないわ。1ポイント回復しないと3ピラーが使えないですね。
ファミ消えた。ファミここで消えんのか。ラミーちゃん。まあまあ、なんとかこれで都合つけようかな。で、筋力入れてって感じですね。さて、どうしようかな。残りで振っておきたいところを少しずつ振っていきましょうかね。竹伸びとかまだ取ってないんか。うん、まあ割と拡張がまだこれが終わってないからな、気になるところですね。サンピラーで吸収しきれるんであれば、まあ割かしいい形にはなるかもしれません。そしてサンピラーできない、守備かな、走塁でもいいけど、まあ体力のことがありますからね。オッケーからのサクッといって、今のところ、3万点ぐらいですね。いきましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。よし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 。おぉ。サンピラー使っていきましょう。で、強いね。しかも一人増やせるしね、こっちだと。筋力ポイントか。まあ、こっちでいいかな。敏捷今いらんしね。欲しいの圧倒的精神なので、まあいいかもしれないですね。一人増やせるしね。うん。次もタッグを着て、ちょっと黄金の輝き使わせてほしいな。二人完了する。うん、二人完了させたくないんで、こっちでいいですかね。あとは、まあ、取れるやつをさばいていきたいところ。ささやき破り。初撃いいかな。うん。まあ、ちょうど良きぐらいかな。はい。阿部一れるの大きいな、結構。そこそこかな、なんかそこそこ見れる感じやなってきた。あと筋力かな、また。筋力がまた欲しくなってきた感じですね。ラッキーボー取れそう。そうか、ラッキーボーになんか違和感あったけど、ひなたららいないから取れないのか。なんだろうな、この違和感と思ったんだけど。敏捷点がやばいですね、そしてまた。行きましょう。はい、勝てました。ということで、次行きましょう。筋力欲しいよ、筋力。いいね。あー、走塁、マジで走塁だな。ラミーちゃんで奪う感じでもいいかもな。まあ、海岸行けるけどね。こっちだと。海岸するか。海岸にしましょうか。ちょっとバランスが、敏捷以外はハテナになってるんで、今のところ、なんかどういう感じで振ろうかなっていう探りもしないといけないですが。打球伸び取るもんな。まあ、普通に考えて、敏捷精神かな。はい。電光石火。あ、いいかもね。敏捷系だしだ。盗塁20丸すでに取ってるんで、まあ、ありかもしれないですね。取ろう。バランス的には。まあ、査定値はね、そんなに高くないかもしれんけど。査定効率が悪いだけだな。これ踏むので、こういう感じでいいか？あと、黄金の輝き使えるのか。OK。よく気づきました。偉いです。まあ、こっちだろうな。ちょっともう一個ぐらい振りたいか。オッケー。うん、悪くないんじゃない。なんとかどうにかこうにか
形にはなりそうだ。どうにかこうにかか。おお、いいですね。素晴らしい。ナイスダブルタック。欲しいところにピンポイントできたわ。この新キャラもね、いつ来るんだろうって感じですけど。さてさて、まあ取りたいもんはほぼ取れ始めてきてるんで、あとはまあこの敏将天、あ、そうか、これも直なんだな。うん、ひなたららいないですかね。行きましょう。はい、行かれました。次行きましょう。 OK ですね。からの、ほう、辛いね。さすがに無理だな。うん、まあ敏将天はもう一回海岸になりそうですね、この感じだとっていうところだけ頭入れながら行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。さあラストターンからの何もない。お、守備強えなこれ。めちゃくちゃ人集まっとるわ。 OK、 いいんじゃない。でまあ絶対ここは振るよなっていう話と、あとまあ技術の振り先があるかどうかは確認した方がいいんかな。うん、でも技術あんまないよな、やっぱ。どっちかっていうと精神に振っときてえよな、やっぱ。っていう感じはしますけどね。どうだろう。確認振るんならまあ、こういう感じでも全然いいんですけどね。こうしようかな。お、マジで神じゃん。海岸神ったわ。海岸完璧に神りましたね。一撃でありがとうって感じ。いい感じになったな。調整できた。行きましょう。はい、が出ました。ということで、まあまあまとめられたかな。海岸がうまくいったから、敏将系に固まったからね。なんとかなった感ありますね。で、祝福をもらいましょう。からの演武からエピローグもらいの、レイリーからももらいの、サータリからももらいの、あーちゃんは何もくんないみたいですね。はい、どんなもんだろうな。まあ査定値はね、抜群に高いと思うんで36000点ですね。はい、ということで振っていきましょう。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16 なんですね。で、47、17まで伸びてます。どんなもん。はい、ということで P6 ですね。まあ、結構、経験点の割には伸びたかなというイメージはありますし、普通に使ってて強かったです。まあ、ひなたららとどっちって言われると、かなり難しいところですね。まあ、セカンド育成では確かにタメ張れるし、普通に強いなとは思うんですけど、まあ、そこ以外のポジションだと、やっぱり、その、査定の面とか、まあ、こう、シナリオこういうキャラの恩恵とかね、まあ、いろんなところでちょっと違う話になってくるんで、まあ、あくまで、やはり、思考シリーズ向けかな、まあ、その専用ページポジション向けかなっていう感じはしましたね。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、結構、強いには強いけど、セカンド専業機かな感は、まあ僕の中ではありましたね。ちょ、皆さんがどう感じられたかわかんないですが、コメント欄とか、まあいろんなところで教えていただけたら嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。